でノブさんが来て、で僕その関根さんの最後に12勝してたんで、もう僕が一番勝ってたんで、あ、勝ち返しだったの。はい。ノブさんが来てもね、ノブさん来たとしてもこうちょっと胸張ってたんで、僕が12勝してるんでみたいな感じで、ほんでインタビューで「あ、来年から野村監督ですね」って言われて、でミーティングギャオさんありますよっていうインタビューだったんですよ。うん、自然がついつい出ちゃって。字が出ちゃって「ミーティングですか、ミーティングってなんか眠くなりますよね」って言っちゃったんですよ。ああ、でも悪気はないよ。悪気はないですよ。ミーティングそれは言いそう、言いそう。俺でも言うね、ミーティング自体は眠くなっちゃうんだよな、なっちゃうって言っちゃったんですよ。ほんでそれがノムさん見てて一番最初にやはり空気をつかむわけですよ。え、お前ら自順を持ってこいとね、聞く耳を持ってこいと。でミーティングで眠くなるやつがおるらしいな、なあナイトって言われたんですよそうしたらもうバカウケですよ。あ、ウケたの。バカウケ、僕だけですよ。え、いきなり最初のミーティングで俺が怒られるのと思って、もうめっちゃちっちゃくなったんですよ。12勝してたのにめっちゃちっちゃくなって「うちには3割30分はいらん」とか言い出したんですよ。おい、池山博さん怒られろと思ったらやっぱ怒んなかったですね非難称賛無視言ってたな、言ってたでしょ。だからあの二人は絶対いじんなかったです。だからで池山さんはね、怒りづらかったって言ってた。あ、本当ですか。池山さんのことは怒れなかったって、怒りづらいんだって。だ、まあそうでもそれはスーパースターじゃないですかそれいじったら多分へそ曲げますよ多分、ね、分かってんだな。分かってるです、分かってるです。見てやるんだ。そうですよ。もう広沢さん今でも言いますからね、一番最初怒られたらお前だなっつって野村のことってあんまそう考えたらよく聞いてないんだけど、俺聞いたことないのこれ。めちゃめちゃおもろいですよ。もうだからそうやって怒られました。じゃあ眠くはなんなくなっちゃうの。全然眠くないですよちゃんとノムさんも分かってるんですよ。聞く時間っていうのは1時間しか持たないって人間。ああ、じゃあそんなこと分かってるんですよ。はい。ほんでもう毎晩やんのあれ。毎晩ですよ。休みの前だけはなくて、あと毎晩やってましたよ。最初はノムさんはホワイトボードにバーって書いて、うん、本当に学校の授業みたいでめちゃめちゃおもろかったです。あ、そう。はい。なんか人間教育みたいなのするって聞いた。そうです。組織論から入ったんですね最初は。一つのエラーでね、みんなの生活圏を奪うんだぞって言われた瞬間に、あ、俺後々コンバートはもう無理だと思いましたもんね。そこ考えなくていいよ。はい、コンバート。本当に勉強になりましたね。だからノムさんの野球も知ってよかったなっていう、もうどちらかというと感覚の野球人だったんで、イケイケだったもんね。はい、もうだから本当にノムさんに、ね、あ、野球ってそういうことかと思って、はい、だから高津は今ノムさんより多分めちゃめちゃ勝ってるんだあいつ、はい、決して野村野球をやろうなんて多分思ってないですあんまり。そうだろうな、うん、でみんなでも野村野球やった人とかが指導者になってるケース多いもんな。多いですね。だから考える野球ですよね一応ね。だからまあ確率の問題なんで、もちろん確率の問題も大事ですけども、あと人それぞれの個性も絶対僕大事だと思うんですよ。だからデーブさんも本当楽天にいた時もっとぐちゃぐちゃにしてほしかったんですよ。ぐちゃぐちゃにされちゃったからな。そうなんですね新庄がもう羨ましくて、ビッグボスが あれ先やるべきだったもんな。そうなんですよ、新庄の方が面白いですもん。いや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 、僕の方が絶対面白いですけど、いや僕より面白いの新庄ですから。いや本当それ思ったんですよ。そこいたらにちゃむって思いましたもん。うわ、もう絶対できねえ、もう絶対かなわないもん。あんなバイク空飛べねえもんあんなお金使えないもんね本当にさすがですよ新庄さん。まあピッチャーに関しては俺の方が上だなと思ってますけどねどんだけ自分好きだよねっていう。すごいなえ、何年ヤクルトでやったんだっけ。僕8年ですね。8年しかなかった。プロ野球は11年やらせてもらいました。11年しかできなかったですけど楽しかったですね。楽しそうだったもんね、はい、あれギャオなんか誰かさよならが打たれたかなんかファールだったとか、なんかあれギャオじゃなかったっけ。僕ですプレー球界を変えたの僕ですよだから。あ、で変えたの。1990年の開幕戦ですね、巨人対ヤクルト戦のドームだよな。ドームでポールを巻いて。シロさんだっけ。シロさんです。もうあの日何だったんだっけ。あれ事件になったもんな。事件ですよ、大事件ですよ。ポールあるじゃないですか、ポール。それでシロさんが打って初球だったんですけど、それは00から11とかでいったわけど、3-1で勝ったんです。3-1でヤクルトが勝ってたんですよ。先発してたのでノムさんの一発目の試合だったんですよ。4年目4年目で、4年目でノムさんが僕を指名したんですよ。開幕投手。俺らだからノムさん好きじゃないですか、マスコミ。うん、でバニスターっていう左のメジャーリーガーのやつがいたんですよ。それがいて、だから巨人は左バッターが多いから左ピッチャーが有効なんだよってずーっと言ってたんですよ。うん、それで開けたら僕だったっていう。うん、それはもうちょっと前から聞いてたんです。1週間前に言われたんですよ。だけど聞いてくださいよ。ピッチングコーチが「おい内藤、開幕投手お前で行くらしいぞ」そんな通達っつってもそんな言い方だったの。そんな言い方だったんです。はっきりしかないらしいぞって言うから、本当に1週間もうバニスターってもうずっと出るんですよ。僕報道陣に一人も呼ばれなかったんですよ。もう本当にもう寂しくて、僕も報道陣大好きじゃないですか。誰も声をかけてくるんだけど、もうこっちから言えないしな。言えないし、もう唯一言ったのは当日ですよ。当日に「僕開幕投手ですよ」って言ったら「ない」ってみんな言われたんですよ。ほいでテレ朝だけはちょっとなんとなく撮ってくれたんですよ。それを、はい、ほんでアップって東京ドームのピッチャーの場合はセンターのところでやるじゃないですか。あそこで僕その日なんかわかんないですけど、逆さ東京ドーム見てえなと思ってじゃあ分かんないフェンスに向かって逆立ちしだしたんですよ。がセンターでそれをやった瞬間にみんな絶対ない、あんなことやんないって開幕投手はやんないっつって、あ、ヤクルトの練習中にやったの。それをやったんです。バカじゃないいや、そのぐらいなんか気を紛らわしたかったんですよ、僕的にね。でこんなことやったら面白いんじゃねえかなと思って、逆さ東京ドームってどんなんかなっつってやっちゃったんですよ。ほいじゃもうあんな絶対開幕投手であんなことやるやつはいねえっつって、はい、でも開幕投手だったんですね。それでまあいいピッチングしてたんですよ。30勝ったんでしょ。30勝ってて8回の表、あ、裏ですよね、で先頭バッターにツーベース打たれて、で2番目に篠さんにタイムかけて「どうします？」みたいなでミーティングがあって、バッテリーでマウンドで、はい、で畑さんが、その時畑さんだったんで、その時に「じゃあ様子見るぞ」と「また様子見るぞ」って「だから分かりました、そうしましょう」っつって、それでバッてサイン見たらインコースのスライダーだったんですよ。いや、おつみんなちょっとでもボールにしたりしてインコースのスライダーっすか、マジっすかと思って、僕これアンサーあるじゃないですか。アンサーもう一回出してくれと、インコースのスライダーで来いっていうことです。じゃあ分かりましたっつってインコースのスライダーにボールを投げたんです。そしたらシルさんがうまく打ったんです、本当に。ね、だからベースからずらして投げたらシルさんがめっちゃうまく打って、あ、ボールゾーンを打ったの。はい、あ、いや僕やっちゃったと思ったんですよ。やっちゃったと思って、僕マウンドからこうやって見てたら、ああよかった、ああねと思った瞬間に目線下げたら大里審判員がぐるぐる回しちゃって、回してたな。はい、それですよ、開幕戦で YouTube の、はい、長嶋さんも解説で長嶋茂雄、堀内恒雄、中畑清、中畑さんもずっと「えって言ってくれてるんです。長嶋さんも「微妙ですね、ポールの前で」っつって止まってるんですけど「微妙ですね」っつって。っていうだったんですよ。覆えなかったもんな。そうなんですよ。これもう絶対ね、上田監督が阪急対オリックスの、オリックス対ヤクルトの、日本シリーズ1時間半粘ったっていう、ぐらい来んじゃねえかなと思ったらたった5分で終わったっす。抗議まあ頃はでも一回どっかで甲子園でね、交流戦の時、2008年の時ね、ボカチから打ったら、俺らが三塁側から見てファウルと分かったんだけど、塁審が回したの。ベテランの人がいいんだけど、主審がダメファウル戻れってやったことはあったけど、それに近いファウルだもんな、あれ。いや、まあ完全にファウルでしたから。ほいで大里審判員がボールとネットポールが重なって白で見えなかったっていうことを言ったんですよ。それの意見を反映して1か月後に白から黄色にしたんだ、はい、それからだったんだ。そうなんですよ。そりゃそうですよね、よく考えてみたら。あれ日本のポールってさ、ちょっと細いんだよな。細いのメジャーのヤンキースタジアムのポール見に行ったけど、こんなだもん。回んないぐらいのポールだから、もうあれ間違えないんだよ。だけどネットあるじゃないですか。あ、確か横にな。だからネット当たるはずなんですけどね。あ、フェアならな。だまあそこがなったんで、その開幕戦になったんで、はい。あ、じゃあその年ダメだろ、あやついたらそんなんじゃん。勝ったの何勝したの僕受賞はなんかしました。あ、すごいな。はい。受賞しましたね。でその10日後にもう開幕投手してもうなんか疲れちゃってローテーションいきなり飛ばされちゃって。